アビー・リン・カーンは、アメリカ合衆国入りの一州シ,シカゴ出身のジャズボーカリスト、女優。本名アンナ・マリエ・ウルリッジ。ビリー・ホリデーを敬愛し、しばしばビリーの後継者と評価されてきた。1951年、カリフォルニア州に移って、歌手活動を開始。一旦、ハワイ州に渡った後、カリフォルニア州に戻る。 キャビー・リーという芸名を使っていたこともあるが、1956年、後に、マネージャーとなる作詞家、ボブ・ラッセルの案で、エイブラハム・リンカーンにあやかって、アビー・リンカーンと名乗り、リバティレコードからデビューする。同年、映画、女はそれを我慢できないに出演。1957年、リバーサイドレコードに移籍。アルバム、ザッツ・ヒムは、ソニー・ロリンズや、 ポール・チェンバースなどの敏腕プレイヤーに支えられて作られたが、とりわけドラマーのマックス・ローチと出会ったことは大きい。アビーは人種差別に対して徹底的に立ち向かうマックスの姿勢に共感した。1959年には代表作の一つ、アビーズ・ブルー発表。収録曲のアフロ・ブルーはアフリカ民謡の改作でアビーの歌が話題となり、後に ジョン・コルトレインやダイアン・リーブスなどが取り上げるスタンダードナンバーとなった。1960年、マックス・ローチのアルバム、ウィン・シストに参加。この時のメンバーの多くは、1961年2月にアビーのアルバム、ストレート・ア・ヘッドの録音にも参加した。そして、1962年にマックスと結婚。それからはマックスを支えつつ、女優としても活動するが、 1970年に離婚。1970年代、1980年代は、活動が停滞するが、1990年代には、再び積極的にアルバムを発表するようになった。また、1990年には、映画、モベター・ブルースに、脇役として出演。1991年、スタンウェッツとの共演版、夕方ペーザ・バンド発表。しかし、 アルバムが話題となった頃にはすでにスタンは他界していた。タートルズドリームではパッドメセニーが参加した。2010年8月14日、ニューヨークマンハッタンで死去。80歳没。ありがとうございます。